地割れ強すぎて禁止化確定龍です。さあ本日なんですが、昔のカードだけで遊んでみた企画、本日も、ね、やっていきたいと思います。前回ですね、第1期から第2期、遊戯王って発売時期によって第1期からこう第2期、第3期、第4期、第5期みたいな感じでこうバーって分かれてるんですけども、前回やったの第2期までのデッキだったんですよ。第2期っていうのは2002年ぐらいですかね、2002年ぐらいまでの環境だったんですけども、こんな感じのデッキなんですけども、2004年ぐらいになってくると第3期なんですけどね、こんな感じになるんですよ。これいわゆるね、04環境デュエルって言って、OCC の方では結構よく遊ばれている遊び方なんですけれども、リンクス版で第3期までのカードプール集めてデッキ組んだらすげえ楽しいんですよね。こういうこうなんだろうな、昔のカードだけで組んだ、懐かしいカードだけで組んだデュエルってぜひ皆さんやってみていただきたいんですけども、青春が蘇るんですよ。小学校の時とか。2002年ですからね、僕何歳だ、89年生まれなんで、12歳とか13歳ぐらいですね。多分小学校高学年ぐらいの時代の遊戯王なんですよ。これめっちゃ楽しいんですよ。もう環境に飽き飽きしてる人、今の環境にね飽き飽きしてる人、ぜひね楽しんでいただきたい。こういうデッキで、ルーム戦とかでしか多分できないと思うんですけども、また今度ね、ちょっと生放送かなんかでちょっとやろうかなと思ってて、ぜひね組んでみていただきたい。1期から2期のカード集めて、1期から2期ってウィキペディアかなんかに載ってるから、カードプールが、それで組んでみてほしい。で今日はですね、ルーム戦で幹部会のメンバーと一緒に遊んでいる時の様子を動画にしてきたんで、これ伝わるかな。めちゃくちゃおもろいんですよ。本当に語彙力なくて申し訳ないんですけども、めっちゃおもろいんですよ。ぜひね1回マジで騙されたと思って遊んでみてほしい。そんな風に考えてます。早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。この頃の遊戯王が一番楽しいですよね。皆さんウィッチ、いやーウィッチかこれ。これこいつ攻撃表示まであんだこれこれいやーこれ抹殺怖いんだよね。抹殺の人っていうカード結構怖いんだけど、ホリア結構ですね、セット割とね除外されるんですよね。黒木森の道って抹殺の人されるとめっちゃきついんで、それをケアして、あ抹殺なそう、あオッケー了解。じゃあもう五分突よ。マジックドリン来た。いやセットがなんだろうな、とりあえず反転どうすか。なんもない、オッケー。セットなんもない、なるほど。じゃあ五分突だ、突撃しよう。これが俺たちの青春最強モンスターゴブリン突撃部隊バトルベース、いけ攻撃反応系、ドレインシールドですかね。多分ドレインシールドですね。この環境あんまり攻撃反応系はないんですよ、この段階では。まだリアクティブとか、うわでもリアクティブアーマーくらいとあるか。2004年04環境の OCC の方のやつだったらリアクティブあるもんな。まあ、でもね、私がなんか調査した1期から2期のから3期か、1期から3期までのカードプールを、まあ、ざーっと見たんですけど、そこにはリアクティブアーマーなんか見当たんなくて、入ってないんですが、ジェミナエルフ来た。やめて、ちょっとゴブリン突撃部隊をいじめないで。ブラックペンダント来た出た。これ別にいいや、それはね別にいいです。なんとでもなるでしょう。ならず者もいますし、ウィッチ破壊してくれるんだね。で、黒木モノミッチの効果、なるほど、2400か、なるほどね。これザボルグなんじゃないかな。これザボルグ持ってきて、でゴブ突破壊してディスティードの剣入れちゃってもいい気がするけどな。あれ攻撃可能でしょ。ショッカー持ってきてもいないもんね。でこのターンで削りきれないんですよね。ゴブ突って起きないんですよねこれね。次の自分のターンだってもう起きれないっていうね。懐かしいなこれ。引かんないか、引かんないんだったら撲滅しちゃってもいいか。撲滅しちゃって、あれ多分攻撃反応系だから撲滅しちゃって先に、はいはい、それはドレインシールドだろ、やはりな。オッケーオッケー、ま俺のドレインシールドも除外されるけど、よし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 よ
で、500ライフ食らう2700、2200ワンキルできないでしょ、さすがに。雷帝ザボルグをアドバンス召喚、ザボルグ大先生の効果、相手のフィールドのモンスターを破壊するぜ。この効果つえー、バトルフェイズ、おれオッケー。これ俺もブラックペンダントあったら勝ちやったな。これブラックペンダントをザボルグに装備しておけばほぼ勝ちやったな。これ惜しい欲しかった。さあディスティニードローが入る。ディスティニードローをねどこで入れさせるかみたいな問題結構、ね、難しいんですよね。これねこのハンドであればなんかいけると踏んで、一応僕今ディスティニードローさせてるんですけど、これさせるタイミング間違えるとほんと瞬殺されるんで、さあちょっとやばいですよ、やめてください。あー地割れ強え、マジックドレイン発動。さあマジックドレインの効果で魔法カードを手札から捨てないとこのその効果は無効になるぞ。さあ結構このマジックドレインとかいうカードめんどくさいですよ。抹殺の人いいでしょう。2200あれば知らないと思うんだけどな。あオッケー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 、死者への手向けを発動。ならずもの傭兵部隊なんてことはいらないもん。そしてブラッドブルスを召喚、バトルブラッドラックス。しゃあでこの環境のデュエルめちゃくちゃ楽しいからマジでみんなも一回やってほしい。さあ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 、あー強いね、ハンド強いね。これどっちからセットするかかなりむずいね。あと抹殺の人のケアはしなきゃいけないね、必ずね。はいはい、ネクロバレーそれ刺さんねえだろ、それ04環境刺さんなくね。これ抹殺の人ケアでさ、これ結構これあるんだよね、このブリング。結構その攻撃用ジビッチは意外と強い、普通に。ターシロ抹殺の人がね怖いんですよね、本当に。この0402環境って抹殺の人最強説あるから。うーわ出た、クロスソウル、うっざうっざ。まあでもいいや、アドバンテージは失わない。デーモンの召喚デーモンの召喚もろた。なるほど、あーまあなんか一体で除去できるやつの方がいいかな。一体で除去できるやつの方がいいけど死者の手向けもある。うーん難しいなこれ、難しいな。ならず者とかでもいい気がするけどな、普通に。打点ではちょっと勝てないので、バーサークゴリラに腐りつきブーメランするっていう説はあるけど、いやそうは言ってもさすがに一体は処理しといた方がいいかな。これむずいね。タムケで、やっても勝てないので2900だもんね相手ね。ならず者かな、ならず者でしっかりと処理していくっていうパターンにしましょうか。これほんと迷うよね、ウィッチのサーチとか間違うとすぐ負けるから。4000しかライフないからね。さあ伏せ、あ伏せあんのか、伏せ2枚。でも今まで伏せなかったってことはそれブラックでしょ、それブラックなんじゃないの。とりあえずならず者の召喚はなんかあるね、なんかある。んフリーチェーン的な何かがある。ならず者傭兵部隊の効果、自身をリリースして相手のカードを破壊していく。さあデーモンの召喚勝利、 OK。 これでターン終了、まだ4000ライフある、大丈夫。総セーフだとかリビングデッドとかないから。サジンの竜巻、やーっくっそやるじゃねえか。まあでもカードの枚数的には俺の勝ってるぞ。123、1234、大丈夫だ。あいつクロスソウルでデーモンの召喚したけど、デーモンの召喚をならず者されたから、はいセットいいでしょう。はい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 、いいですよ。それそのモンスターなんだろうな、そのモンスターなんだろう、そのモンスター怖いね、そのモンスター怖いね、そのモンスター怖いね。これどうしようかね、これね。でもこれ分断に行くしかないか、セットもあるな。一回様子見ようか、一食い虫とかだったら別にいいか、一食い虫とかだったら別にいいや、やらせるわ。さあどうする。さあ今ブラッドボルスで殴りに行くっていう選択肢も全然あるんだけど、ちょっとですね、まずはですね、うわー4000ある、いや知らないでしょ、さすがに
知らないよね俺。死ぬ俺。もう知らないよね。4000、あぶらぶらあぶらぶらぶら。あ、ローマ術師来た。ローマ術師来た。ローマ術師セットエンド。で、一気に畳みかけに行きましょう。さあ、何を、ちょっと魔法トラップセットやめて。ネクロバレー何も刺さんねえ、この環境。あ、オッケー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 。じゃあまずローマ術師反転でお前のモンスターを破壊したい。うわー、ウィッチか。なるほど。でもこれでウィッチで持ってきて、サーチ入って ブレイカーね。オッケー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 。ブレイカー了解。ではモンスター処理していった方がいいと思うな。ブレイカーでしょ。ブレイカーと何か、ブレイカーと何か、ブレイカーと何か。まあちょっとモンスター処理しよっか。あのセットモンスター、これマジでむずいな。プレイング結構あるよなこの環境。でもこれでいいと思うんだよな。セットカード結構やばいモンスター多いので、これ殴りに行くよりはこうして除去できるときにしちゃった方が多分いいと思う。さすがにこれ何な。オッケー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 、了解了解了解。でセット、もうこれ殴りなんじゃねえか。これ殴りだろ。これ殴るわ。ディスティネートもいいわ。ディスティネートもどうぞ。残りライフ500ポイントは結構これで、いやーこれな、あの黒いペンダントブラックペンダントあったらもうほぼ勝ちなんですけど、ディスティネートもしてなかったな。なんかいいのか、ディスティネートしなくても。さあどうする。セット、はい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 。あ、そんな雑魚展開はさすがに僕やっちゃいますよ。おい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 。でクリボールケアもしっかりと、クリボールないけどこの環境に、クリボーケアしていく。対戦ありがとうございました。いや、この環境のデュエルめちゃくちゃ楽しい。そうさ、やっぱさ04環境まで行かない方がいいね。なんか02環境の方が割となんだろうな、あの俺は面白かった。2004年まで行くとちょっとパワーカードが増えるんですよ。なんかね、2002年くらいがめちゃくちゃちょうどいいと思うわ。その2002年の環境でデュエルするのはかなり面白い。あー、なるほど。これはブレイドナイトじゃないですか。ブレイドナイト召喚カードを1枚セット、バトル。さあリバースモンスターの方向こう。あ、いったいったいった。ちょっと強いよそのモンスター。2000突破しずれんだよな。なかなかね、あのダークヒーローゾンバイアみたいなモンスターがいないと、まやばいやばいやばい。これ待って、これラテックス3650、待って、2350、3350、生きるか。まだ生きる、まだギリギリ生きる、ギリ生きる、生きろ、その他美しい、3生きろ、その他美しい、うわそれはやばい、やばいって、老金お兄さんデッキすぎる、やばい。マハバイロ強すぎー。